南西面岩手銀行赤レンガ館は岩手県森岡市中の橋通り一丁目に所在する銀行建築である。1911年に森岡銀行本店として完成。2012年まで100年余りにわたり銀行として使われた後、2016年に多目的ホール及び創建当時の館内の模様を展示する施設としてオープンした。1908年5月5日、 森岡市の中津川を渡る中の橋のたもとに森岡銀行本店を着工。約3年の後期の後、1911年4月30日に竣工し、同年5月7日に開業した。1933年、森岡銀行は営業免許の取り消しを受ける。1936年、岩手食産銀行が買い受け、同行の本店となる。 1983年、岩手銀行は森岡市中央2に本店ビルを新築。これまでの本店は中野橋支店となる。1994年12月27日、岩手銀行旧本店本館の名称で、現役の銀行建築として初めて国の重要文化財に指定された。2012年8月3日、中野橋支店を隣接地に移転し、 銀行としての営業を終了。約3年かけて内部の修復を行って、2016年7月17日に公開施設、岩手銀行赤レンガ館として開館した。日本銀行本店などを手掛けた、辰野金吾と森岡出身の笠西万人が設計を担当。辰野の作品の中では、東北地方で唯一現存する建物である。 交差点の角地に立ち、東南隅に八角形の塔、南面の西寄りには四角形の塔を設け、東面北端には霧妻屋根が突出するなど、立体感に富んだ構成とする。外壁は赤レンガに花崗岩の帯を回す。屋上にドームを乗せる点、赤レンガに石材でアクセントを加える点などに、立野のの作風が現れている。1階の営業室吹き抜けを囲むように、 二階には回廊が巡らされている。建材には約91万個の岩手県産レンガと内装材には青森ヒバが使用されている。赤レンガの外観が特徴であるが、1936年に岩手植産銀行本店になってから1958年までは白く塗装され、白い明治館と呼ばれていた。岩手銀行赤レンガ館の館内は無料の 岩手銀行ゾーンという量の森岡銀行ゾーンからなる。岩手銀行ゾーンは営業室を改装した多目的ホールや森岡の産業、商業の歴史を紹介するライブラリーラウンジが設けられている。森岡銀行ゾーンでは応接室や開業当時から使われている金庫室などを公開。岩手県の金融市を紹介するコーナーや 建物の歴史や構造を映像で紹介するシアターもある。ありがとうございます。